こんにちは。今回はピーチの旅くじで出た大分旅行について Vlog で紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。こんにちは、まるまるチャンネルのまろです。はぁ、あ、大分に着きました。ということで早速レンタカーを借りましたので、まずは温泉に入りに行きたいと思います。今日から一泊二日で大分の一人旅が始まるわけなんですが、せっかくの一人旅めっちゃ満喫していきたいと思います。それではやっていく。まず別府に遊びに来ました。無限の里春夏春冬というところです。温泉になってて貸し切りもできるみたいなので行っていきたいと思います。別府インターチェンジから車で5分とは思えないくらいの自然豊かな場所でした。温泉貸し切ろうかなと思っとったんやけど、私が行ったタイミングは人がいらっしゃらなかったみたいなので、そのまま露天風呂で撮影をさせていただくことにしました。女湯撮影はマジでレア。じゃーん、すごい、ほぼ貸し切りやん。ここの温泉本当に良かったです。ぜひ皆さんも別府に行った際は立ち寄ってみてください。これが地獄らしい。この煙を浴びたらさ、なんかさ綺麗になれるとかそういうのないんかな。ここやばいけど。わおーわわわおおおおお、めっちゃ水降ってくる、やばい。水浴びスポット、なんかなんだろう、地獄の独特の匂いがしますね。楽しい。今からですね、別府湾を眺めながら砂湯が体験できると言われている別府海浜砂湯さんのところに行きたいと思います。はい、今ですね、別府海浜砂湯の体験が終わった直後でございます。最高でした。海のさ、ザブンザブンっていう音を聞きながらよ、あったかい砂に埋まって最高でしかない。もうね、15分入ってられるんやけど、砂ってマジで結構熱くて、もうね、半身浴したんですかぐらい汗かきました。まあこれはね、シャワー後っていうのもあるのでちょっと髪濡れてるんですけど、いやー気持ちよかった。
ではこの後もうホテルにチェックインしちゃいたいと思います。向かうぜ、待ってろ待ってろよ。料理です。このあと茶そばとご飯とお吸い物とプリンが出てきました。めちゃくちゃ豪華ですよね。味もすごく美味しかったです。あいさー、今ねご飯を食べ終わったとこなんですけど、帰ったら布団が引いてありました。幸せでどうしよう、マジで幸せ。ちょっと一回寝転がらせてください。マジで幸せ。少しホテルでゆっくりした後は別府の景色を一望できる湯煙展望台にやってきました。温泉地ならではの黙々が見えてすごく綺麗だったんですけど、動画じゃ全然伝わらないですね。これホテルに着いた後は石垣島にいる丸と通話しました。やっぱりね、誰かと会話できるって幸せだなとつくづく思いました。1日目はこれにて終了です。おやすみなさい。今日はですね、千と千尋の神隠しのモデルになってるとも言われている佐賀の関の黒ヶ浜にやってきました。ではね、実際の線路もお見せしていきます。クヌギの丘というイタリアンのレストランに来ました。めちゃくちゃ大人気で、一人で20分ぐらいは待ったような気がするので、余裕を持っていくことをお勧めします。じゃーん、お料理が届きました。私が頼んだのはマルゲリータです。そしてなんといってもこの景色、テラス席からはね、湯布岳が見れるんですよ。すごい紅葉もあって綺麗でした。食べ終わって湯布院駅に来たら、こんな感じで金ピカリの電車が止まってました。人がね、いっぱいいたので有名なのかなとか思ったんですけど、ちょっとよくわからなくて、誰か教えてください。今、湯の坪街道というところに向かっています。そこにはね、お土産とかあと食べ歩きのグルメとかがたくさんあるみたいなので楽しみです。今回の一人旅、とってもいい思い出ができました。この動画が良かったなと思ってくれた方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それでは以上、まるまろチャンネルのまろでした。バイバイ。